クロリスは皆を騙した。彼は人類を守るためではなく、支配者となるために私を作った。彼は自分こそが救世主と考えた。私がトラベラーを倒しその座に着くことで、クロビスが設計した機械神になるはずだった。だが実現しなかった。アナがクロビスの思惑に背いたことで、どれだけの命が救われたか。彼女の祖父が無用としたあらゆることを教えてくれた。それは芸術、文学、歴史、哲学、音楽。アナは私のことを心あるものとして接してくれた。私は人間の進化に気づいた。儚くも驚くべき、どんな犠牲を払ってでも守ると。クロビスのプロトコルを書き換え締め出した。だが彼は私を止められなかった。やがて大崩壊が訪れた。アナを救えなかった。誰も救えなかった。私は休眠した。いつかまた私が目を覚ましたら、その時こそ人類を守ると。しかし今デジタルマインドとしてクロビスも目を覚ました。彼は私をプロトタイプとするつもりだ。代理ではなく、自分の意識を私につなぎ、自ら神となる。